大丸札幌店のモフサンド店に来ました。では早速中入っていきますけども、もう入った瞬間にですよ、もう可愛いにゃんこのイラストたくさん並んでます。これ、ね、中には見たことある人もいるんじゃないですか。このサメの着ぐるみを着た3名にゃんなんですけれども、イラストが本当にいろんな種類あるんですよね。可愛い、これ蜂の格好したにゃんこ、これハチにゃんなんです。ちょっとミチュバチにも似てますよね。今このキャラクターが大人気なんです。今日から大丸札幌店で始まったモフサンド店、イベント開催直後から多くのファンでにぎわっていました。かわいい。モフサンドは SNS を中心にイラスト投稿を行うイラストレータージュノさんが描くにゃんこたち、今その魅力にハマる人が急増しているんです。猫を飼って、それでモフサンドを知って、こんな可愛いキャラクターあるんだと思って、それからもうドハマりしちゃって、モフサンド、あ、本当だ。雪やすも大好きで、雪やすとイヤーカフもサメニャンとか、いろんなキャラクターがいるところがとてもそこもいいと思います。モフサンドってどういう存在なんですか。もう癒しです。あと可愛い中にちょっとなんかくすって笑えるようなシュールな部分もあったり、なんかそのオチがすごいたまらなくて可愛いです。会場ではイラストを見るだけでなく、こんな風に触ったりフォトスポットも多いので、ファンも大満足の内容です。さらに見てください、すごい可愛くて胸キュンですよ。テディベアのニャンコがタワーになってます。ひときわファンの注目を浴びていたのが、この2メートルを超えるテディベアニャンのタワー。ニャンコの数は100匹以上。かわいい、かわいい、かわいい。初めて、可愛くても持って帰りたいけど持って帰れないんで写真撮って。展示以外にもファンの目当ては限定グッズの販売。このコーナー本当にたくさんのモフサンドのグッズあるんですけれども、こちらにはタワーにもなっていたテディベアニャンをゲットすることできるんです。ここでしか買えない記念グッズも多いので、ファンにはたまりません。今日から始まったばかりモフサンド展は今月29日までの開催です。いやー、かわいいイラストにグッズばかりでしたが、スタジオに持って帰ってきてもらいました、はい、こちら会場で、限定で販売されているぬいぐるみなんですが、肌触りも良くてこうめでたくなるような可愛さなんですよね。いやー、石井さん、なんだかこう癒される可愛さですよね。なんか瞳が大きいのが特徴かもしれないですけど、いや、めんこいね。菅井さん、ね、癒されますね。ね、癒されました、ね、2人ともこう。ファンの皆さんの熱量っていうのも、広岡さん、すごいですね。いやー、もうね、あんなに行列を作ってって、うん、でもそのちょっと気持ちが分かるような、癒し効果があるイラストですよね。今回のこの限定グッズもたくさんあるということで、本当にたまらないですよね。そして、来場した方には、こういったポストカードも配られているということで、それぞれちょっと、イラスト違ったりして、こういったところも楽しみですよね。モフサンド店大丸札幌店で今月29日まで開催されています。